はい、どうも、シュガでーす。さあ、今日もですね、シュガの宝船やっていきたいと思うんですけれども、今日はですね、撮影まで時間がありません。はい。というのはですね、いつも撮影する前の日に、どのレースをやるかっていうのをもうデータをブワーって調べるんですよね。でもね、昨日ちょっとね、やってません。残念ながら。で、今日の朝に調べたところ、もう時間がないんですよ。なので、データを取る時間のない時はですね、僕は、バイバイフォーメーションというのを使っております。はい、超ダサです。このバイバイフォーメーションというのは、まあどういうことかというと、まあ僕がプライベートでよく遊びで使う買い方です。半分データを調べて、半分遊び、みたいな感じの船券勝負ですね。まあ、これを生み出したきっかけとしては、最近動画をやることで、まあ一着は結構当ててるのかなというふうに、自分自身では思っております。そう思ってない方もいるかもしれないんですが。なので、フォーメーション外で頭先手選んで2、3着で遊ぶ、そういう船券勝負です。で、このフォーメーションのパターン2つあるんですけども、1つ目は3手頭は決定、2、3着の手は1手外しのフォーメーション。これに関しては2着紐穴で、まあ穴ハイトを狙うというパターン。で、2つ目のパターンは3手頭は同じ。で、2着を3手。で、3着に関しては流しという紐穴狙いの高ハイトのフォーメーションパターン。この2つを選んでレースをやっています。ただですね、このレース選びがすごく大事です。条件1つだけなんで選びやすいんですけども、その条件というのが、陰線1着率が 30% 以下のレースを選んでこの買い方をすると、結構頭を選びやすいっていうのがあるんですよ。はい。これなぜかというと、ボートレースは内側から強いで、1号艇がそんだけ連打率が低いということは1が外せる可能性が高い。さらにボートレースは6号艇の頭が来にくいということを逆手にとって、2から5コースの選手の頭4艇から3艇選ぶだけなので、頭が当てやすい、そういう買い方になってます。で、2、3着の選び方に関してはもうほとんど3連打率でいこうかなと思ってます。モーターがいいならちょっとプラス要素で、インももしかしたらモーターがいい場合もありますので、インも買うかもしれない。なんかそんな感じの船券勝負です。で、あと倍の部分ですよね。なんかのパクリって思われそうなんですが、ぶっちゃけ36点買うってことは3600円かかるということです。1レースで楽しむには利益があまり出にくいんですよね。なので、当たった金額は次のレースに繰り越し、もともとかけようと思った金額プラスその的中資金も使えるので、当てるごとにお金が倍に増える、それが倍フォーメーション。大丈夫ですか。これ今日3レースやるんですけども、これ必須条件が 100% 的中しないと負けるということです。はい、僕が余剰資金以上を使わない限りこれ負けます。ただこれ頭が3点に絞りやすいということもありますので、結構ね面白いし、そんなに考えなくても高配当にありつけるレースを選ぶことができればワンチャンあると思いますので、今日はそれで船券勝負をやっていきたいと思います。今日はちょっと緩めな感じでいくかもしれないんですが、楽しみましょう。さあ、それでは第1戦目やっていきたいと思います。こちらですね、常滑の3日目の3レースになっております。さあ、このレース、まあ選ぶ条件として陰線1着率 30% 以下ということで、1号艇の当時選手1着率 25%、 昨年成績が絶不調だっただけという感じが数字的にありました。その前も見たんですけども、陰線1着率 50% 以上超える時期もありましたんで、ちょっとねこの陰線に関しては疑うデータで、ここ前付けがありまして 126345 という形で、カイモーターの佐竹選手が3コースに侵入したとなる。これね、佐竹選手3コースはまくり差しということで、展示の雰囲気見たらこれ当時選手の足が良かったということで、このレースは頭 1、2、3、ここで行きたいと思います。1買うのかいって思われそうなんですけど、ここはもう頭をほぼ使わずに展開と当日の雰囲気、そこでやっぱり買っていかないとなと思います。3号艇の桜本選手がかなり懲罰モーターということもありますので、ここが展開を作ることがあれば後輩とあると攻め派ですし、今回2、3着に関しては大卒になるであろう5コースの加藤選手を外したフォーメーション行きたいと思います。加藤選手は6コースに関しては3連帯もうほぼほぼないということもあるので、まあその辺で取れたらなというところで第1戦目やります。が見るところもあるので1、2だけはやめてほしいけれども、1の頭も疑いつつ、まあ2、3の頭が本命という形の買い方でやっていきたいと思います。まあまあまずまずなオッズなので、これでいきましょう。さあ、買ってきました。佐竹選手の頭に関しては僕は怖くありません。痩せ我慢ではないです。それよりも怖いのが加藤選手の2、3着付け。まあ、ここですね。今回パターン1の方で買ったんですけども、そこがハマるかどうかだけ心配。スタートは揃う。2、3着で荒らしてほしい。行きましょう。さあ、進入からね、ちょっと見ていきたいと思います。あー、結構深くならないな、これは。折り合った。なるほど。結構早めに行ったなぁ。怖い6の頭。言い訳。まあ、当時選手に関しては、まあ、昨年が絶不調だったということですよね。これね、インからめちゃくちゃ売れてるんですよ。
あのレイトって言って出遅れで一応フライングみたいな感じの扱いになってたんですけど、一から売れてるんですよね、謎に。これね、松崎選手も A1 なんですけど、これ初の A1 なんですよね、100期。あの、桐生選手と同期ですね。これだからまくりに行ってもまくり差し入んないと思うな。2時間だと、これ6の頭も怖いけど、まずい！まくんないで頼む！あーそ、よしよしよし、抵抗して、あーまくり差しお願いします！オーケー、やばい、5来てるし。はー、これ懲罰だからここはいなせるかもしんないけど、ちゃ頼む、マジで頼む。嘘でしょ。いや、それ5突っ込みすぎだぞ。あー、危ない、危ないな。めちゃくちゃ危ないし、大丈夫かな。まあでも横からだったから大丈夫か。36、ああ、まあちょっと当たったんですけど、ちょっと事故りましたね。いや、危ない。いやでもあれはちょっと加藤選手も内側行き過ぎだったな。結構直線的でしたからね。まあちょっと当たりましたけど、危ない。いやさすがにやっぱ、中央の2人が絞りに行ったことによって4と5の一番大外ですよね。だからね、これね、4のまくりの時はこれもう6コースってやっぱ鉄板なんですよね。でもこれも3のまくりを僕は期待してなかったので、ちょっと危なかったな。まあ一応展開でいいですけど、まあまあいいオッズだと思います。なかなか、いやでもあのちょっと展開がなかったらえぐいことあったかな。絶対外してただろうな。あ、でも大丈夫な、多分救助艇に乗せたまんま、あの船も繋いでるので怪我がないという証拠です。はい、 OK、 とりあえず当たった。なんか結局 A 級選手が行くんだなって、買いモーター関係なしみたいなところありましたね。まあまくりに行ったことによって、あれまくり差してたら終わってたな。おー、なかなかついたな。よし、 OK、 まあ大体倍ぐらいになりました。はい、ということで6530円ということでね、まあちょっといいオッズになってくれましたね。まあでも満州とか行かないな、本当に選ぶレース、インが負けるレースって大体このぐらいのオッズになる。なのでこの6500円、暖かくは次のレースに全部ぶち込んで、もともと使おうと思ってた資金もそこに入れる。 100% いけばかなり利益が出ると思いますので、行ってみましょう。外したら終わりです。さあ、それでは2戦目やっていこうと思います。3日目の江戸川4レースとなっております。さあ、ここは大量停止できるぞ。噛みまくってますけど、さあこれもですね、このバイバイフォーメーションのチョイスポイントとして、イン1着率が 30% 以下の番組を選ぶということで、1号艇の長野選手、イン1着率 20% です。僕よく外し対象にしてる選手、負け方は2コース差しが多い、あとはまくり負けという形で、もう2コースにかなり偏ってます。正直ね、スタートそんなに遅れない選手なんだけど負けるという形なんですよね。で、江戸川になりますので前付けはありません。ここ注目は5、6号艇の A 級選手2人、ここのね、頭でね売れるわけなんですよ。ですが今の時間帯泊まり中で3レース見たところ、これもう全速で行った人が勝つ、それだと思うんですよ。1も握っても勝てると思うんですけど、行き足等を見るともうここは2のまくり、3のまくり、4のまくり、ここで行きたいと思います。5と6のまくり出しはもう決まらない。直で行くほどのスタートのへこみは内側ないと見た上で、5、6号艇の A 級選手を全然外せる番組だと思ってます。で、あと悩むのは2、3着なんですけども、ここに関しては2着の3って選んで、3着は全で流して紐で荒らしたいと思います。ここ展開的にまくれとなってくると、2、3、4、この中の2人を2着選ぶとしたら、僕は2と4、ここを推奨していきたいと思います。そしてあと1人1、5、6の2着を選ぶという上で、これはもう完全に連帯率、そこから買っていきたいと思います。1を買おうと思ったんですけど、まくり展開となってくるとやはり5、そして3着は全28点でいきたいと思います。ここ1レースですね、まあ全部1点100円で買おうと思っていましたので、2000
2800円、さらに先ほど当てましたんで6500円足すと9100円資金があります。なので全部に300円かけて700円余っているので押さえ替えたいと思います。6の2着付け、1はちょっと削って700円。さあこの点数で買っていきたいと思います。おーマジか、3の頭4の頭だと結構高配当ですね。しかも2頭の6、2着付けでも結構つく。はあ、これ9000円もかけてるってなるとちょっとビビりますね。さあ買ってきました。2、3、4頭ならもう激アツです。さっきのレースと違ってちょっとオッズがかなり高かった。まあ B1 から売れてないという形なんで、これはねチャンスだと思う。陰線食らったら一撃で9000円なくなるということなんで、また投資を上げていかないといけないというよりも、今回僕は全部当てなきゃいけないというノルマを背負っているので、プレッシャーかけてやっていきたいと思います。行きましょう。さあここに関してはもうスリット勝負だな。スリット切った選手がもうまくって勝つ、もうそれのみ、それのみのシンプルなゲーム。うん、楽しみ。楽しみだぞ。まあ、デモ選手も、うん、そうですね。まあ、一応、小金井選手の頭を押したいんですけどね、まくりとして。うち3人の選手が遅れるパターンが一番面白いけど。あー、スタート揃うか。行き足いいけど、伸びない？伸びない！まずい！やばい！1、残り！うん、刺さった、よし。え、来たんじゃねこれ。いやダメ、ちょっと待って。あ、3の2着かかってない。小金井選手、いやこれでもあると思う。小金井選手、いや1、ちょっと待って、長野選手邪魔しないで。あー詰められてる。打ち行こっか、打ち行こっか。あ、外逃げた。あーダメだ、マジか。えぐい、これ満州だ絶対。頼む、あそこ競り合おっか。小金選手外振ろっか。あダメ、打ち行った方がいい。それなら打ち行こう、打ち行こう。ダメだ。あ、2-1になった。これでちょっと絶望的だな。はぁ、くそー。欲張ったか。まくり体勢で買うのはちょっとナンセンスだよな、確かに。差し負けしてんだから。3! また3! なんとかなんねえかな。3-1ですね。でも他の5-6を外すのはちょっと厳しいからな。内側来よっか。これ内結構、江戸川チャンス。9000円が焼かれた。くー、あー2刺しで4の頭で2着か。刺し展開だったらやってくれると思ったんだけどな。あーショックでかい。うわアメイジング。結局セオリーで5、6号艇ってやっぱ来にくいっていうのはあるんですけど、その2着の選び方がね、今回はちょっとね人を見すぎたな。ということで次最後です。ちょっともう9000円といういつもかけない値段をかけちゃったんで、ちょっとぶち上がっちゃったんで、次のレースは200円かけます。自動売買チャレンジいきたいと思いますので、いきましょう。さあそれでは最後のレースです。初日のつ、これ7レースですね。これ陰線1着率がですね、この坂本選手 0% です。半年間13走して、まあ、1着が0本3着ですね、ほぼ。で、センター負けに多いということで、まあ、これはもう S ですかね、どっちかっていうと。さらに、下位モーター。展示の雰囲気はね、正直これ悪く見えませんでした。なので、ちょっとプラス要素。で、センターにはですね、上条選手。まあ、3コースの1着率が 20%。まあ、自在に勝つ選手なんですけれども、半年間はまくり勝ちが多いということ。もうこれ展示見たらですね、もう、これまくるなっていう感じですよ。結局の話。がしかし、
ここね、展示の雰囲気、この1号店の坂本選手が逆に悪くなく見えたんですよ。うん、だからそこも考えなきゃいけないなっていうところで、僕、頭。なので、3と5を、まあ、買いたいと。上条選手のまくりが決まるのと、まくり差し。で、もう一人買おうと思ったのが、4号店の地元の吉川選手なんですけども、これ行き足ないと思う。なので、八木選手に先に叩かれそう。で、さらに1を買うのかって言った場合、これ0%だし、右隣の久保原選手がスタート早いんですよ。だからモーター関係なしに坂本選手が遅れた場合は、これもう2の時価が確定なのかなという話なので、2入れたいと思う。で、2着に関しては、もう大外の、まあ藤原選手、外していきたいかなと思います。122期で、まあ30走して、まあ3着3本、6コース戦。ちょっとね、3着怖いんですけど、今回は一定外しのフォーメーションでいきたいと思います。で、資金は先ほどの今しめで200円。オッズを見るとですね、これもう上条選手のところだと、3-4だと絶望的。ただこれ3-4の目僕結構疑ってます。どちらかというと3号の方が本戦かなと。あとは上条選手がこれまくりに行った時の坂本選手スタート切ったパターンの5差し。ここは期待できるかなと思いますんで、今回はこれでいきたいと思います。はい、ということで買っていきました。まあ上条選手が噛みまくってる。噛むぞとか。上条選手が1着じゃなければ、これも結構激満州。藤原選手の3着付けは怖いんですが、これはやっぱり坂本選手の頭買わずに、まあ、外のまくり、そこで買っていきたいと思います。絶対いいと思う。というふうに言い聞かせます。行きましょう。ちょっとやばいです。上条選手が2コースになりました。これもう、上条選手に時間はされたら、飛んでこれないだろうな、他の選手。まあ、でも、久保原選手もスタート早いけど、まくり差しまではいかないかな。ってなると、坂本選手のスタートに期待。それ以外もう無理だ、これ。刺される。あとは吉川選手が外からっていう感じですけど、絶望的だな。3の頭が、かっかな。まあ、上条選手の頭でも、まあ、外が来てくれればっていう話なんですけど、特に八木選手。まあ、ちょっとね、4の吉川選手があんまり足が僕はよく見えなかったんで、まあだから、直間ですよ。直間だと思うんですけどね。この、お遅れた若干遅れてね。おマクちゃん。ああ晴れよし、OK! 来たーナイスあ、6来てるよ。おい、ちょっと待って、それだけマジ、ほんとやめて。残る。これは残る。八木選手だと、回しの差しだったら無理。ああ、やりすぎだって。6残るわ、それは。ああ、よし OK!ああ、怖い。いや、絞りすぎだし、左見すぎだし、内側行きすぎだし。どういうこと？それ絶対刺されるっしょ。はあ！やめて！これはもう外したくない、マジで。ガチで外したくない。やめて、ほんとやめて。ちょっとどこ見てんの？坂本選手。ちょっと、集中しよう。上条選手見てる場合じゃないって。坂本選手はぁ、浮いた。いや、でもね、足的にはそんな悪くなかったんで、一周が長い。いや、ちょっと打ちすぎない？引き波の外側行った方がいいんじゃん。向こうが内側行ってるってことは。はぁ、怖い。ちょっと、引き波乗らないでね、マジで。危ない。いや、これはつく。これは、これは満州だぞ。ほう。ほう。よし。ちょっと、マジでやめて。怖ー。いやー、ちょっと、ラッキー。いやー、当てたのは良かったですけど、道中楽しすぎた。なんか最後まで競ると、もう、かけたお金が、おし！でかい！いません。アドバンシュー！はい、ということで、56,460円。いやーもうなんかすっげー久しぶりにマンション当てたような気がする。いやもう展開ゲームなんで、まああれちょっと吉川選手の足を僕は見余ってましたね。ただ、まあ、八木選手のまくり出しが入ってくれたっていうのは、まあ良かったですね。そこ、読めて良かった。ありがとうございます。上条選手、八木選手、そして、
坂本選手、ここに来てさっきの江戸川のレースが悔やまれる。あそこの増資もできてたら、てんてんてん。はい、ということで、まあ、バイバイフォーメーションということで、僕よくやるプライベートの買い方。まあ、時間のない時にね、よくやるんですけど、この書き方に関しては、3レースぐらいをやらないと、ちょっと利益が出ないパターンがあります。ということで、今回の動画がいいと思った方は、ぜひ、チャンネルボタン、そして、高評価ボタン、ぜひ、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。シュガでした。